に上がってこんだよ。で、自分の体温で鹿の皮がバカ高くなるんだよ。ね、これはそのマタギとかもさ、東北の、雪の上に座るもんで、ケツ当てに鹿の皮使うじゃん。わかるなぁと思ってさ。でしょ？これはね、ちょっとね、俺もびっくりした。感謝だよ。本当に感謝だよ。